ダークネスゲーム、シラです。今回なんですけども、使ってて思ったんですけど、言うのって使い方がなんかめちゃくちゃ難しいんですよね。あ、でもそれだったら、範囲攻撃で使いやすい万能カード、ダークプリンスがいるじゃないかっていうことで、今回はね、ゴーストダークプリ、まあダークプリゴーストっていう言い方でもいいんですけど、ゴーストダークプリペッカ工場でね、ペッカ工場界に革命をもたらしていこうと思います。はい、はい、マッチングしましたね。はい。この動画が面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いしますってだけ先に言っておきます。で、まず相手がですね、何もしてこないので、こういう時は工場かゴーストを出してあげるといいんですが、んー、まあ僕は工場出すかな。てか相手ダクプリ出してきたしね。そしたらゴーストとかで受けてあげれば1コストお得って感じかな。あのウィザードポイズン打ってあげていいかな。打っていい気もするけど、打ったまで出されたら無視でいっか。で、後ろからマジアチャ出してあげて、多分ダクプリ受けとかするとうまい具合に守れるはずなんだけど、どうかな。ここで相手何していくかな。相手がウッドウィズってことは、あ、ちょっとザップミスったんですけど、相手がウッドウィズで、ウッドウィズマジで何のデッキだ。でもってアイスウィザードもいるって、相手めちゃくちゃウィザード系統好きですね。よくわかんないんです。おっと、メガナイトか。メガナイト来るってことは、これはもうペッカ受けするしかなくて、あ、これ皆さん見ててくださいね。この位置のペッカで、あ、こう、うまい具合に当ててあげると、両サイドのタワーからね、メガナイト攻撃することができるんですよ。これちょっとね、メガナイト倒しやすくなるんで、小技として覚えておいた方がいいです。で、そしたら、アイスミズもね、タゲ取ってくれるんで、インフェルノドラゴンいるんすけど、ペッカこんだけ残ってたらエレビズつけてあげればさすがにね、ペッカ通るかな。はい、オッケーオッケー。こんな感じでね、ペッカ、おっと。ライトニングか。ライトニングにはさすがにダクプリ出して、インフェルノドラゴンはこれ無視か。無視してもいいけど、やばそうだったらザップ使う。どうだ。やばそうか。やばそうだね。やばそうなんでザップ使います。そしたらですね、相手さすがにね、コスト使い切ってると思うんですけど、相手の手札多分ウィザードとかしかいないんで、ゴーストだけ出してあげれば相手メガナイト受けとかすっかな。絶対にね、何かしら出してくるっていうのは確定してるんで、ペッカで受けときます。ペッカで受けとけば、まあ何伝ってね、とりあえず防衛はできるかな、っていう感じで。で、ゴーストね、この家の倒してくれて、ウィザードがゴーストに反応したせいで、一瞬足手まといつうか、足が止まったら、まあ、ポイズンの餌食になり、インフェルノドラゴンもエレビズで倒し、で、これ左に、あれですね、工場咲いてるので、相手コストなかなか避けないんですよね。はい。で、今、ユーノとウッド来たけど、ガツンって入って、まだエレビズがね、生き続けてるんで、そしたら、ペッカを付け足して、どうだ。この左ユーノはゴーストだけでいいかな。で、相手ライトニング来たけど、さすがに止まんないね。おー、やっぱ、ダクプリ範囲攻撃だから強いね。で、右、ゴースト工場が刺さって、で、ザップってアイスウィズも倒しの、マジャドさせて食ってる。はい、次は、ヨウさんですね。読み方ヨウで合ってんのかな？合ってるかわかんないけど、ヨウっていう人ってごとにしときます。で、初手なんとなくおっと、これはペッカ出すしかないね。相手26ホグかな？ 26 ホグだったら相性は悪いんですけど、まあ、もう大砲まで出てるし、マスケまで来た。100%26 ホグですね。で、26ホグの時にはどうすればいいかっていうと、とりあえずエリクサーが2倍タイムになるまでは、もうとにかく防衛に徹するしかないですね。さもなくば、ホグとかでもバシバシやられちゃうんで、はい、そんな感じで、アイスピとかマスケもね、もうゴーストだけで強要して、そしたら相手これ何出してくるかな。ウッドか、大砲消せるんだったら工場と、おっと、相手ちょっとこれ、アイスゴレムミスってますね。はい。はい。そしたら、アイゴレはマジアチャであって、相手5を打ってくるかな。5を打ってこないっぽいか。打ってこないっぽいね。打ってきたんすけど、そしたら相手4コスト使ったので、ホグ警戒の後ろダクプリでもいいし、エルビズを取っといてもいいんすけど、僕はダクプリ出します。ホグ来い。ホグ来ないね。ホグ来ないんですけど、ホグ来ないっつったら、相手の手札にホグがいない時に後ろペッカとかしてもいいんですけど、とりあえずマスケ巻き込みポイズンしてあげたら、おっと、ここはさすがにペッカ出して、これホグ間に合うかな？間に合え、ザク！ああ、間に合わない。ちょっと僕のペッカ貧弱でしたね。
貧弱っつうか、ペッカ成り立てみたいですね。はい、まだ熟練度が足りないっぽいっす。僕の愛がね、全然でした。で、はい、これ、アイゴリで釣られた時ね、なんと、工場出すだけで、相手にめっちゃくちゃ刺さりやすくなるんでおすすめです。はい。で、工場が、はい、刺さらないんですけど、ここでね、ペッカをターゲット取ったせいで、まあ、バーバリアンがめちゃくちゃ入るんですよね。で、ペッカも生き残って、ザクってしろ、しない、ザクってはできませんでした。ちょっとね、やっぱまだ熟練度が足りないのかな。はい。そしたら、エルビズで守ってあげて、ダックプリこれ突進が間に合えば、守れるか、守れたね。はい。そしたら、マスケもあれポイズンで倒してあげて、ダックプリやっぱ強いね。スケルトンとかの、はい、おっと、これもすぐにペッカ出してあげて、相手アイゴレとフォグ出す順番間違えてない。まあ、間違えてる気がするんですけど、そしたら右ゴースト流して、両サイド攻めれるようにして、ここ待ち当てで真ん中の大砲を倒した上で、相手アイゴレ釣りとかしてこないかな。来ないようだったらペッカ後ろに工場つけてあげて、こっからさらにね、大砲するって言ったら、もうペッカがザクってやってくれて、で、そしたら工場が入るんで、うまい具合にザップ打ってあげて、ペッカを延命して、で、バーバリアンとペッカが入って、さすがにこれはグッドゲームか。で、相手何もできないよね。で、角からゴーストも出して、さすがにグッド。次は、花尾さんですね。あ、なんか日本人っぽい名前ですけど、ザ・スペクツル？スペクトルかな？読み方はわかんないんですけど、はい、こういう時は手札が絶望的なので、まあ、ザップ打ってあげていいかなって感じなんですけど、相手が何してくるかですね。とりあえずザップ打ったところでまだ手札最悪ですね。相手が本当に何もしてこないんであれば、後ろマジアチャが正解なんですけど、まあ、2分切ってからでも全然いいんですけどね。僕ちょっと出したがりなんで、出したがりなんでマジアチャ出すかこれは。はい、今画面拭いてます。はい、カード未選択で出てる時は基本画面拭いてると思ってください。はい。で、マジアチャ出したんですけど、相手ゴーストじゃなくてダクプリなんで、ダクプリはゴーストで受けてあげて、まあ、うまい感じにね、はい、コスト交換っていきましょうや。そしたら、ゴーストが、3コストのダクプリ4コストで、そのトリトン。マジで、マジか、トリトンってマジアチャキング起動できんのか。それはちょっと盲点だったな。相手ダクプリトリトン、ベビドラ？何デッキだこれ。何デッキか全くわかんないけど、とりあえずベビドラを倒せるようにして、ダクプリで守るけど、あ、ダクプリ入ったね。結構入るね。そしたらあのエルビズは勝手にしてても多分死ぬんで、ほっとくか。あ、でもダクプリまでつけられたら、これはペッカで守るか。これはさすがにペッカで守って、最初にエルビズで守ってあげますね。守らない。守っちゃダメ。殺す。はい。殺意を込めてね、エルビズは倒しましょう。あんなもうビリビリしただけのただのおっさんなんでね。おっと。相手もペッカか。ペッカってなると、どうなんだろう。とりあえずペッカマジアチャで射抜いてあげて、で、トリトンまで来て、トリトン邪魔だな。トリトンめちゃくちゃ邪魔なんですけど、あ、これやばい。これ形組まれたな。とりあえずゴーストで、うまい感じトリトンバシュって、あー、エレビズやられた。これは守れるか。あ、大丈夫ですね。バーバリアンだけ、ダックプリで休養してあげて、許容はダメだな。許容はしてない。ベビドラを許容して、バーバリアンはダックプリで処理って感じですね。で、そしたらさすがにあいつらも処理して、早めにエレビズ倒せた方がいいんでね。これ、ダックプリの一撃入ったか今。入ったかどうか分かってないんですけど。そしたらエレビズ死んだかな。死んでない。クソ邪魔やな。あ、でも相手エレビズいないし、ペッカ先に出したってことは、ここペッカつけちゃえば多分相手何もできないんで、まあ、つけてあげるのが正解かな。ペッカってね、端前に出すタイミングとかさえ分かれば、特に、いや、さすがに言い過ぎたな。ペッカは普通にめちゃくちゃ難しいです。まあなんで、まあ、初心者がやるっつったらめちゃくちゃ、ラムか。相手、ペッカラムでしたね。ペッカラムにトリトンまで入っている、ちょっと意味不明デッキなんですけど、とりあえずトリトンとペッカを工場で防衛して、できるか。さすがにできるよな。そしたらタワーダメージリードは取ってるので、最初にこっちからペッカ展開した方がいいのかな。はい、相手のベビドラはね、マジアチャとかでうまい具合に守ってあげればまあいいかな。で、このマジアチャにベビドラは反応しない。あ、しちゃったんすけど、さすがに倒せる。オッケー。そしたらここローリングバーバリアンでマジアチャ消されたら邪魔だけどすいません。そしたらあいつら全員ポイズンで倒して、
そうっすね、ペッカが邪魔なんでレビズで遅延かけてあげたいって言おうとしたけど、まあ攻撃はできなくて、あ、でも結構倒しましたね。結構倒したんで、あのラムライダーはペッカで処理。おっと、相手のペッカ生きてる。あれすげえ邪魔。おお、大丈夫大丈夫。でさすがにこのベビドラね、まじゃ、おっと、タワーくんさ、それタゲ取ってくれてよくない？もうすぐそこだよ。そこにいるんだけどさ、お願いだからタゲ取ってくれよ。まあこれはさすがにダクプリとかで延命して、さすがにポイズン回せばこれ勝てそうなんですけどね。どうなんでしょう。ラムライダーもペッカやってあげれば、さすがに電気の遅延で倒せるし、でこのエレビスマジックアーチャーで射抜いてあげれば、バシューバシュー、はい、もっともっともっとバシューしろ。あ、オッケーオッケー。そしたらこのポイズンで打ってあげて、ポイズンもう一周回せば勝ちかな。バーバリアン右に咲くのはちょっとこれ特に意味はないんですけどね。でそしたら相手これ猛攻が来るんですけど、ダックプリの範囲攻撃で全部守ってあげて、ラムライダーのダメージとかもね許容しても、ペッカで受けてあげる。ペッカで受けてあげて、トリトンの引っ張りを無効化して、そしたら相手も138しかないので、アトリとあの位置、いい位置にいるね。マジ当てで貫いた上で、ポイズンをバシュッとかけてあげて、グッドゲーム。はい、ということで、ペッカ工場ダクプリゴースト型ね、無事、まあ参照できたんですけど、意外に強かったですね。やっぱ範囲攻撃2人いると違うのかな。あと、ユーノっていうウルトラレアから、まあダクプリっていうスーパーレアに変わって、初心者とか無課金にも使いやすいのかなって思いました。ご視聴ありがとうございました。